ルーデラーツ方辺は、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村で B 線方辺行政共同体を構成する、自治体の一つである。ルーデラーツ方辺の町角ルーデラーツ方辺は、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には12の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 この町は839年にケルテンシュタインガウの村落として、ルーデルディスワという名前で記録されている。ルーデラーツ方編はアウクスブルク市協領に属した。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、現在の自治体が成立した。 1978年にそれまで独立した自治体であったアップフェルトラングが合併した。アップフェルトラングに属していたベングリンゲンは1982年に住民投票によってアイトラングに移った。町長はヨハンシュティヒである。彼は2002年にビルヘルム・クンスティンの公認として町長に就任した。ズンガラ赤字と銀字に左右に分割。向かって右は 金の格子模様がある赤い斜め体、ルーデラーツ方編にはクロップファースタークの習慣がある。これは第一アドベント前の金曜日に町の子供たち、その多くが基礎家庭学校の児童だが家から家にアドベントが近いことを告げて回る。伝統的な工場の終わりにはお菓子が贈り物として振る舞われる。この習慣は ルーデラーツホーフェンだけで行われており、他の集落では廃れてしまった。この風習は子供だけでなく、この街の大人からも愛されている。自分の子供時代を思い出し、村の子供たちと短いの間であるが、交流できるからである。ありがとうございます。